たまに使います。折りはこれなんですよ。そう、はい、ただこの辺なんですよ。多分この芯がこの辺。あとは、はい、あとは肩を押し込んであげると、まあ、突っ張るじゃないですか。突っ張った時に探ればいい。受けてみます。面白いみたいな。まあ、探り方として肩凝ってる人がここ、はい、押してあげれば、はい、突っ張りますよね、はい、でこの状態で見分けると、まあ、大体この辺かなっていうあたりは見つけられるんですけど、大丈夫ですけど、本当に正しいかどうか、高橋さんもちょっとやっぱり手で押し込んでる感が感じますね。力を入ってあげるとより入ってるんじゃないかなします。こんな感じで、で、あと今だと押し切った時でもベッドについてないんですよね。つけた方がいいです。あの分散するので、なるべくやっぱりベッドにどっかしら押し切った時でいいんですよ。最初はついてなくてもいいんですけど、押し切った時はついてるようにした方がいいですね。ちょっとほぐしながら、まあ、これもほぐしの技なんですよぐらいな感じで、ここって特定できた段階でここにピタッと入れてあげれば、はい、だいぶ違うと思いますね。大丈夫でした？不快でした？ここ押さえ大丈夫です？いや、だって、はい、不快ではないです。受けてみます。はい。ただお願いします。上手ですね。すごくピタッと来てる感じで気持ちいいです。はい。まずこう普通に探っていく状態ですね、はい、この状態でも大体硬いとこなんとなく、でそうするとここ横がなんとなく突っ張るの感覚ありますよね、はい、でここでこう探ってあげることによって、はい、でさっきもちょっと説明したように、これを上げてあげると、はい、肩甲骨が下に下がってくれるんで、はい、スペースができますよね、はい、スペースできた方がここを捉えた時に入りやすい、そして肩甲骨に当たらないんで不快感がないです。この状態だと肩甲骨が上がってきちゃってるんで当たりやすいんですよね、はい、でここって割とその効いてる感は出ちゃうんですよね。その効いてる感が本当に効いてる感っていうよりも、なんかその骨に当たってる感も、まあ、雑味みたいな感じで出ちゃうんで、なるべくこう骨に圧を加えないように。これ初めから立ててやってる人はさっきの肩でこう、はい、これでも押せますよ一応。大丈夫です。あでもしそのこれでわからない場合は一旦下ろして、ああそうですね、で最後まで、はい、これでも整理。そこ指曲げてますよね。だからこれはこれだと、はい、入ってるけども、物足りなくなっちゃいます。なのでこの押し込んで入った段階でのストップが重要です。例えばこういうことをやっててもなんかこういうふうに指で一生懸命やったりするんですけど、これって結構やられて。ちょっとね、不快感ないですか。なんかその物として見てる感じになると思うんですよ。その筋肉を動かそう動かそうみたいなのとかって別に無理に動かしたりとか、はい、引っ張ったりとかっていうのは不快感になっちゃうので、押してちょっとでいいんですよね。ちょっとでやるなら動く範囲で動かせばいいので、それを指でやろうっていう風になると、やっぱ手の力を使って筋肉、手の自分の手も疲れるし、
やられてる側もやっぱりこういう動きってなんかやっぱり引っ張ってる感じになりますので、変に痛いで、なんか痛みが残るんですね。効いた感じゃなくて表面の痛みっていうのが残っちゃって不快感が出るので、なるべく、はい、で体でやってるってことですね。手自体はあんまり手なので、さっきの三角筋とかも、はい、私はこうやってちょっと座ってこの高さを作るんですけど、はい、で体で手、私手はこの動きで自然に曲がってるだけで、こっちで動かしてないんです。指は動かさない。でこの辺やるときでもこういくんじゃなくてこれいくんですよ。この体の動きですね。これ腰に関してはこういう動き、特に訂正なしで大丈夫ですか。はい、ただまあ、はい、三角筋はここですよね。で今こう、今やったのは内縁ですね。肩甲骨外縁をさっきやられたかと思って、この辺ですかね。こうその方がその私が痛いって言ってたのってどうやってやられてるんですか。要は腰のカーブってこう、はい、こんなこうですよね。で腰ここでお尻がこうあるような、で立ち位置こうですよね。そうすると角度的にこの方が押しやすくないですか。肩甲骨上でやってたんですか。こう行っちゃうとちょっと上がったところ。あ、じゃあ肩甲骨上、あのこの直下筋っていうのはすごい薄い筋肉なんですよ。だから強く押したら痛いんですよ。だからそんな直下筋を強く押し込む必要は全然なくて、きますよね。やるんだったらもうこれぐらいでいいです。あの主審の臨場充実とか何でもこう指でやろうっていうのも良くないですね。やっぱちょっとこういうあの弱い薄い筋肉を揉み返しになりやすいですので、押してしまうと、なのででまああの外縁でしたらここです。でこれをちょっとこういう動きに近いんですよ。動かしてるっていう感じですね。なんでまあこれでやるか、普通に降りてくるだけでやります。これなんかでもなんかいろいろやり方あるんで、あのこれもここを動かすんではなくてこう引いていくとか、3回ぐらいとにかく体を使って指、そうそう、あのこう指でこうやって一生懸命ここだけでやる、ここだけが動いてる、ここだけが動いてるってことのないように、体で、で必ずベッドについておいて、ベッドに持たれるとですね、はい、そしたら こっちもこっちもやる、往復いきますね。こっちもこっちも、ここではまあそうです、把握した状態からのこういう動きですね。ここはほとんどそう、これ以上は入れてないです。どっちも別に同じぐらいでパッと掴んで、でこうならないってことですね。指先が入らない。ここでもう軽く挟んだら体の力、なんか受けにくくなるで、なんかその全部が全部中途半端な感じません。なのでそのスタートとゴールをしっかり決めて、それを往復じゃないですか。スタートからゴール、スタートからゴールをやった方が、この辺でちょっと摩擦された感が出ちゃうんで。指はすぐ疲れますとか、これもまあこうぐらいですね。やるとしても、なんかあのこれこういう風にやってるように見えるかもしれないですけど、これ引く動きで自然と。あの締まってくるんです。これで。そうなの、メリハリなんですよ。それだけなんです。あの自然に動いてるんであって、こっちでこうしてないんですね。はい、これは間違いですね。しっかり分かってない。やっていくときにこうやって下向いてる人多いですね。はい、正面からとか見て。これは首が痛くなる。そう。だから。ラインで。首は上げましょう。目線を上げる、はい、体も上げる、はい、姿勢はいい姿勢を保っておいて、はい、膝を曲げるんです、はい、膝、背中を曲げるんじゃなくて膝を曲げて調整する。お辞儀しない。あとお尻出てる人が多いんですけど、こういう感じ上がってる上がるイメージになってる人がいるんですけど、上がらないです。丹田重心、丹田の運動です。上移動はない、はい、前後に運動してる感じですね。背中であってもちょっと見たいですかね。大丈夫背中であっても
全運動なんですよ。こうじゃないんです。乗っかかる人いますけど、こうやって一生懸命こんなんやってたら膝パンパン、足パンパンになるし、実は効果的じゃないですか、はい、これ圧あんま感じないですよね、意外と。なんかボンボンってその場その場ではあると思うんですけど、体重圧じゃないんですよね、はい。